皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は地球防衛軍6のファミ通紹介をしていきたいと思います。超巨大スカイ生物サイレン襲来、発売日がついに決定、8月25日になります。ゲームにはあの軍曹たちの姿も。人類の前に姿を現すのは敵だけではありません。地球防衛軍5の戦いで主人公を導いて共に戦った軍曹とその部下たちが本作でも姿を現すことが判明しましたが、この軍曹たちは前作の最中、戦いが激しくなる中で命を落としてしまったはずです。果たして彼らは何なのか。空飛ぶ絶望サイレン、とてつもなく巨大な生命体で、まるで高層ビル感を見ているかのような大きさです。こんな巨大な敵に踏みつぶされたら人間はひとたまりもないはずです。またサイレンは空を飛んで火炎を吐くことも報告されています。こいつ一体がいるだけで地球が受けるダメージは計り知れません。サイレンにとっての人間はまさに人間にとってのアリのような存在です。ただし地球防衛軍のアリのような侵略生物はでかいですが、アースディフェンスフォースが所有する武器が有効なのかも不明です。その羽ばたきすら人類にとっては暴風となります。巨大すぎるサイレンの翼は、彼が羽ばたくだけでも台風のような暴風が吹き荒れます。口から吐かれる火炎を受ければ絶命は免れないことでしょう。というわけで今回はこの辺で、地球防衛軍6のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。